守り。何を言っている。黙って引け。いいか、このお守りはな、お前の妹のエミリがお前に渡したくて。何？この中に薬が入ってたんだよ。関係ない、貴様。てめえ、妹がお前の身を案じてんだよ。こうなりゃ意地だ意地。あんたが仲間にしてくださいって泣いてすがるまで何百回だってぶっ倒してやる。いや、自分でもわからぬ。しかし、こんな良い気分は久しぶりだ。貴様の言う通り、何百回でも戦いたい気分だが、やめておこう。逃げる気か？逃げはせぬ。貴様は敵である我が命を救い、恩を仇で返した私をまだ仲間にしたいという。こんなにも熱心なスカウトは初めてだ。ということは？ああ、目付け役にでもなってやろう。おっしゃーって、目付け役ってなんだよ。あんたは一番下っ端からだよ。偉そうにしたいなら。でも偉く中じゃないか。さっきまで。ドルファを裏切ることは己自身。しかし、そんな義務や義、それに気づいてしまった以上。要するに俺に惚れたってことだろ。いい子だいい子だ、素直になれんじゃねえか、隠れベビーフェイス。その呼び方はやめてもらおう。よろしくお願いしますね。アポローネスさんは私やファングさんより年上で頼りになりそうですわ。ハーラーさんは少し残念なところがありますし。私のどこが残念だって言うんだい？ハーラーという女人、そなたは私に近づかないでもらいたい。母乳は刺激される。はい、今晩はアポローネスの歓迎会だな。一丁腕を振るってやるか。俺肉だ。思いっきり肉肉しいもんが食いて。肉肉しいって。